本日のお客様をご紹介いたします1975年東京でお生まれになりました武蔵大学を卒業し現在は武蔵大学社会学部助教を務めています男性が男性だからこそ抱えてしまう問題を研究する学問男性学そしてキャリア教育論を専門としている社会学者です現在イーストプレスから著書 40男はなぜ嫌われるかが好評発売中今日のゲスト社会学者の田中俊幸さんですこんにちは、はい、こんにちはようこそいらっしゃいましたこんにちはよろしくお願いしますねあのー、本のタイトルは40男はなぜ嫌われるのかありますけど、はい、もう40どころじゃないよね30も40も50も60も全部嫌われてるよね <laughs> いや70も <laughs> いやいやいやまあそんな感じするよ 社会の中でいやもう男性学って聞いて誰かね、うん、書かないのかとこウーマン・リブとかねフェミニズム運動とかあって女性は、まあうん、まあそれでも男尊女子の国だから、うん、みたいなことで女性の地位向上は躍進してるんだけど、うん、それでもまだ男社会であることは変わりないんだけど、うん、その男社会を維持する男の方が。うん もう大問題だよねねそうです、ねあのうん、まさにおっしゃっていただいた通りで、うん、男性学っていうのはそういうことを研究しているわけですよね、うんうん、男性の問題に焦点を当てよう、はい、ということですご自身は、はい、あ,のあれですよね、はい、多分あの就職難の時代の。 ど真ん中氷河期ですね。お育ちになってそれ前まではまああなたの私はお父さんぐらいの年齢になるのかねこうまあ確固たるものがあってまああってまあもううち飛び出したら帰ってこないみたいなもうね麻雀でもね何でもしててそれだけども稼ぎは俺が稼ぐみたいな話があった。そのうちに 男一人との稼ぎじゃかなくなくってきたとまさに今そうですよね。女の人も働かなくちゃいけないと、うん、そうするとどっちが皿洗うんだと、うん、どっちがゴミ出すんだと、はい、お俺たち世代のまあ幸せな時代に過ぎてうん、うん、ゴミなんか出してる男が出世するわけねえだろ <laughs> のなんか言われてそん,こそんなことを言われてた時代はもうもう。もう ユートピアだよね、うん、今に比べれば今はゴミ出しぐらいは男性がやらないとっていう感じですよね。まあもう少し求められてるかもしれないですね。ああすフルタイムで共働きしてると、ね、いやいやゴミ出しだけではちょ,で、ね、ちょっと足りないかなっていう感じになってるかもしれません。どうしてこんんなになっっちゃったんですかまあ 一つは圧倒的にまあさっき大たくさん言われてたことだと思うんですが、やっぱり時代が変わってしまって男性一人の稼ぎで、あの家の一家の大黒柱として養ってることは非常に難しいってことが言ってありますね。お前ちもです。はい、全然無理です。お前ちもだダメ男じゃない。無理無理。もう思いっきりまああの倉田さんのケースに関わらず一般的にそういう傾向があるかなというふうにはまず思いますね。はい。まあ俺たち世代でもね、まあまあそんなあの。 表街道歩いてないから。まあだからあの、あれなんだよね、三十代四十代って。こう暇だったんだよね。ね、えー。<ー>いい時代ですね。北太郎なんか。あの、あれね、北太郎さんなんかもう。暇だから、散歩とかするじゃん。昼間にね。<laughs> あの人何してる人だみたいなね。<laughs> あ。うん。言われてしまいま、ね。言われてしまって。怪しいぞみたいなことになってた。うんうん、もう。 今の若いいい人たちは怪しいぞどころじゃないよねねそうです、ね、やっぱり事件とか起こした時に男性が犯人で職業無職ですっていうと、うん、ほらやっぱりっていうなんか感じがあるじゃないですかつまり働いてない男ってどっかおかしいんじゃないのっていう偏見っていうのはやっぱりありますよね。 社会は甘くないぞ出たら働けと働けたって仕事ねえよっていう,ことうおっしゃる通りなんですよね、うん、そこの問題もありますし、はいはい、もう一つあれですよね、うんはい、働いててもこうなんか例えば例えば稼ぎの中で、はいはい、家の中で教育費がたくさんかかって、はい、そうですね今まさにそうですねだから、はい、お父さんの小遣い、うん、今いくらかしてるくれたもんこの間までは あれだよお父さんの小遣い5万円ぐらいって言われてたんで5万円はちょっと今高いですよね高いです高いです今いくら3万円から4万円の間ぐらいそうですねはい3万ぐらいだと思いますそうですよね4万は多分ちょっとまだ。30日あるんだよおっしゃる通りですねいやでもみんなそこの1日1000円使って1日1000円使えるって結構裕福なタバコも吸えないんじゃないかなって思いますお前昼飯も入ってんだよ言1000円の中に五百500円ランチとかね うん。まそれキャバクラなんかお前い,いやいけるわけないですよ、うん、それはすごく若い人と一緒にキャバクラのいけるような社会にしてほしいな <laughs> 俺は。<laughs> なんとも言えないですけど、まあ余裕がなさすぎるのはね。特に四十男が嫌われるっていうのはどうしてですか。まあそれ様々要因あるんですけど、一つは例えば身だしなみってこと大きいんじゃないかなと思うんですよね。人からどう見られるかってことに関して、まあ大竹さんとかすごいあの清潔感終わりですけど、もうあの懸命ですよ。そうですか。必死です素晴らしいですよね。俺もはっきり言ってパジャマで来たいくらいだ。 ただ、まあ、でもそうされてるわけじゃないですか、ただそこでまスイッチ切れちゃう人がいると、人からどう見られてるかってことに無関心なことの一つの,あの印だと思うんですね、外見無関心っていうのは。で、それが様々例えばセクハラしちゃうとか、パワハラしちゃうとかも含めて、人からどう見られてるってところの回路が切れちゃう。 それは中年以降の男性のちょっと大きな問題なんじゃないかなでもそれは女も同じですよねおばさんもやっぱりそういうようなこと言われますもんねただ女性に関しては中年女性に関する自己反省する本って結構いっぱい出てるんですよね男性についてはそれがないのでなるほどちょっと待って自己反省しなくちゃいけないされた方がよろしいと思うんです特に会社勤めの方なんですけど20ぐらいで就職して例えば定年まで40年ぐらい 結構僕、インタビューとかもしたんですけど、40年間振り返ってどうですかって聞いたときによくわかんないと、要するに40年ただ働いてたらすっと来ちゃって、今、定年してると、そういう話がかなり出てきたんですよね、なんでかなってことを考えたときに、やっぱり男性の場合、さっき無職が怪しいっていのと逆で、働いてさえいれば、いろんなことが許されちゃうと、ただ、ただ働いて40年も過ごすと、ですね例えば典型的には友達がいないですとか、それは男性、割と多いですね。あととお家で居場所がないとか

家に居場所はないねトイレと風呂と自分の部屋ぐらいでそれでもお仕事されてる場合はあんまりその孤独を感じないで済むと思うんですよねただ多くの方は定年退職があるのでそうすると時間も余るし居場所もないってことで非常に困っちゃうとですから40ぐらいで立ち止まって自分の生活見直した方がご本人のためですよって話でもあるんですなるほどだってお言葉返すよだ見直た 何をどう見直すの会社行って、はいね、こう何に気を使ったりど、どこをどう見直せばいいの、もう必死ですよ、はい、500円玉1個握って。<laughs> そうですね、まずそこなんですね、ただやっぱり多くの場合、うん、一家の大黒柱である、はいはい、共働きしてても男性の方の稼ぎに期待してるってことなんで、うん、仕事はせざる多分をえないと思うんです。私が言いたいのは、でも仕事さえしてればいいっていうふうに開き直ってしまうと、うん、その結局、 会会社社っってもののだけが自分の社会になっちゃうんですね、はい、でも社会ってもっと広いわけじゃないですか,かその居場所が限定してしまうことの例えば視野の狭さだから退職した後に、はい、あのにしんどい生活が待ってるってことです、ね、そうおっしゃる通りなんですね500円玉1枚ってどこ行けっつうんですじゃんこどこ行けっつうのえ会社以外に <laughs> 自分が ね机、そこの机、まだほっとしてると思うよ、なんか、ん仕事なくても座ってるってことで、どうすればいいんですかね、でも、どこでもいいと思うんですね、うん、どこでもいいはい公園でもいいでしょうし、怪しいと思われん <laughs> <laughs> 喫茶店とかですね、多分探せば、だって、あの近所のお母さんたちは喫茶店とかファミレスに朝から晩までいたりするじゃないですか、あ,<ー>あ,ああいう、なんかこう、そう <laughs> ファミレスに今一人でいられると思うのかな。<laughs> なななまあちょっと気が合うような人とはい。うん、いねえよ。 ファミレス一緒に行って気があって一緒にフライドポテト食ってくれるようなやつはいんねえ俺よそれでも,もう男性同士でやってたらちょっと変な感じしますね、うん、でしょいや、うん、そ,その時だったらはた、い、め人目があるじゃんそこをこう変えていこうって話なんですよね男性学ってい,ははないうのはい、ない世の中を作ろう,ってそうですす。例えばその男性が平日の昼間ブラブラしてると変だよとかですね、うん、そのお茶朝から晩まで飲んでたら変だよって言いますけど人間2つに分けられるわけないっていうのが 僕の考え方なんですねつまり男はこう女はこうって言いますけどその内部にいろんな人がいるじゃないですかもちろん仕事中心でこれからも行きたいですって人もいてもいいと思うんですけど夫の方の主婦例えばこれもいてもいいと思うんですね逆もそうでバリバリ働く女の人がいてもいいけど当然別に専業主婦否定してるわけではなくていてもいいだろうとそこなんだよね問題はバリバリ稼ぐ女がいてもいいその亭主でもいい だけどはい、はい、バリバリ稼ぐ女の亭主でいるっていうことのなんかこうなんかこう、うん、あそこです居心地の悪さい、はい、居心地の悪さっていうか、はい、もうポルシェ買っちゃうぞみたいなこ、うん、分かんないけど <laughs> だって男の稼ぎで女ダイヤモンド買ってんじゃねえか。 そういうのもあります。僕いいと思うんですけど、ただ一般的には、なもう典型的に紐みたいな言い方で、かなり否定されますよね。でも、そんなのは、別に例えば自分のうちのカップルで、奥様の方が稼ぐの向いてる。え、自分は家事向いてるんだったら、やればいいと思う。ですよね。はい。家事向いてるよ、俺は。俺は家事向いてるよ、俺。俺はも手早いよ、俺は。あ、そうなん。そうそうそう。いや、だけど、その。ここがさ。はいはい。 こう女、まあまあ、それでうまくいってる人お前、ねはい、映画監督とか、うん、いるけど見てると女奥さんが語れてて、はい、もう平気でさ好きなことだけやってる亭主いるんだけどさ、はい、羨ましいけどそういうのって私ちょっとさ何ていうの何て言ったらいいのかなそこにいかか行ってなんかこう。 女房にね「あ、はい、せてでくれありがとうね」なんてね <laughs> ことだろうよって言ってみれば、まあ、日常で、ね「ありがとうね今日はおうしいご飯作っといたよ」はい、みたいな話でしょ。できるかなっていうかでまあそれはあの人を評価するときにやっぱり今金銭での。 評価ってていいうううのはどしも高と思んですよねつまりお金を稼ぐ労働の方が価値が高くて、家事とか育児とか、あるいはケアですよね、そういう介護の問題が低く見られてるってことの問題だと思うんですそうだが、本来はしかし、家事、育児、介護、すべて人間が次世代育成していくとか、生きていく上で欠かせないことなので、この評価が不当に低く見られてるっていうのは、大いいに問題じゃななかと考えてますそれはもう女性側からの声も上がってるよね。フェニズム運動 時も田島陽あたりでは1か月の労働をお金に換算すると年間は年間で250万円ぐらいはもらっていいはずだみたいなことを言ってたもんだけど亭主が稼がないきゃその金は女房に行かないわけで同じことでしょ。やっぱりお金の基準はやっぱりお金になっちゃうんじゃないの価値基準ってそれ以外の価値基準って生まれづらいんじゃない 生まれづらいっていうところは多分あると思いますね。うん、まあ、しかもこう資本主義の社会。なので、やっぱり稼がないと生活ある程度苦しいっていうのはあると思うんです。ただ、その基準をどこに持つかってことだと思うんですね。どういうこと。あの、具体的に言うと、やっぱり僕の親ぐらいの世代であれば、まあ、あの持ち家を持って車を買って。っていう、まあ、その家族ってどういうものかっていうイメージが。かなりお金のかかるものだったと思うんですよね。ただ、今の時代において、まあ、雇用も不安定な中で、ローン組んじゃうことって、例えば、どうなのかとか。です ねまあ、車に関しましても、カーシェアリングみたいなもの、かなり普及してきてると、<ー>つまりお金をかけないで、まあ、低い収入でも一定程度満足していき生きていけるような生き方、この辺も模索していく必要が、特に右肩上がりでも経済上がんないということを考えればです、ね、うん、若い世代はその右肩上がり期待して競争に巻き込まれるよりも、自分のペースでどうやって生きていくかということの問題を考えるべき。 じゃないかとと上の人は煽ってくる思うんですね車も欲しいでしょ家も欲しいでしょってそれ欲しくないという価値観を若い人から醸成していくってこと若い人欲しがらないんだよねそうですねうちも何人もねただじゃあもう一つあえてですけどそういうふうにしましたといろんなものをシェアして欲しいものもそんなにないよと賃貸でもいいんじゃないみたいなことで暮らしてきました。で まあ男が働いても女が働いてもいいと 2>,、はい、まあ2人で共かされ働きしてますよね、うん、最終的にこの最,<っ>最初から最後まで、まあ、男も女もずっとこう働いてうまくいくの、はいうん、それともなんかどっちかがうちのことをやり始めたりするの。はいはいはい あのこれはもう完全に企業の責任でやっていただきたい問題だと僕は思ってるんですけど今ってまあ特に男性の働き方って限定のないつまり途中で時短勤務したりですね育児休業を取ったりもしないでフルタイムでまあもちろん残業プラスで40年働いてもらうとこれをすべての男性にまあやっていただくっていうのはもう無理なんだと思うんですね、僕は。ですから例えば男性でもですね時短勤務ですとか育児休業とかを取るとで取った後にまにスムーズに元の仕事に に戻れるこれ、男女問わずそういう仕組みを、でうん、難しくなるのは評価だと思うんですね、うん、今まで企業っていうのは結局、男の人は無限定で働いてもらうから、うん、まあ長く働けば働くほど評価が上がると、うん、その考え方をやってると、まあ、例えば女性も男性もフルタイムになった時に、地域も家庭もスカスカになっちゃうわけですよね。そでものの日あのー それで言うと、やっぱりその、私育児休暇とかっていつも思うんですけど。その育児休暇を取るのはもちろんだし、当然の権利だと思うんだけど。でもなんだろう、なんかこう、と、取る側が。その取って当たり前みたいな、に思いすぎるの風潮はどうなのっていう気もしてるんですよ。あの、だって誰かにしわ寄せが行くじゃないですか。もちろんですね。で、そのしわ寄せが行ってる人たちからすると。 自分が大変になって、ねうん、相手は休んでそれでまた何,何回もそういうことがあったりするとやっぱりなんかそれで同じように評価されてその自分の方がすごく時間は頑張ってるのに、うん、あのや向こうの方が先に昇進するとかちょっとやっぱり納得いかない、まあ、気持ちも分かるんですよ。はい その点に関しては、ですねその会社のことだけを考えるって視点をみんながどう超越していくかってことだと思うんですね。社会って僕らが死んだ後も続いていかなきゃいけないじゃないですか、うん、そうすると次世代っていうのを再生産していかなきゃいけないわけですよね、うんうん、ただ現状、共働きでは特に子供を持ちにくいとか、ですね、うんうん、男性にも女性にも重荷がかかってると、うんうん、だ子供を産んで育てていくってことは、その人が独身だろうが子供がいなかろうが関係ないことを。 なんですね、その会社を回していくってこと以上に社会を持続していくっていう視点をどう人々が持てるかってことが多分重要だろうと思いう、はい、のもうお話聞いてると、はい、まあもちろん、ね、個人の問題もあるけど、はい、変わらなくちゃいけないのは、はい、今までの企業だったり、はい、それから派遣も、ね、どんどん増やしていくのししその労働力として資源と、はいはい、個人を資源と見なしちゃう、はい、使い方の方に何かこう。 大きな問題がありそうに思うんだここが大竹さんおっしゃる通りだと思うんですね。うん、その現状、例えば女性の活躍って言ってる場合でもですね、その働いてもらうって話しか出てこなくて、うん、我々の暮らしどうなっていくかって視点が、いうん、はい、よ、はい輝くとかね、勝手なこと言ってるけど、はい。